源氏が、峰城は、富山県を親部指導林寺にあった、日本の城。越中国と加賀国との国境にある、栗から峠から尾根を伝った南東にある源氏が、峰の山頂にあった、神城。城内を、北陸道の脇街道が貫通しており、街道のおさえとしての役割を持っていたと考えられる。また栗から峠にあったとされる砦出にほど近く、尾根伝いで行けることから、 その取り出が攻め込まれた時には支援する役割も持っていたと思われる。ここには、倉台がせり出した形で配置されておりジグザグな構造になっている。車や土塁、縦堀、三方にある大きな堀切、切り岸が残る。樹永2年5月、源義仲と平こ礼盛が争った栗から峠の戦いにおいて、平家軍が陣を構えた。天正9年。 笹成政が、越中国に入国。おそらく2年後の静ヶ岳の戦い以降に、前田敏家に対する備えとして、腰中国一条事情や加賀国商根性らと同じく、大規模な改修が施されたようだ。しかしその後の戦局の変化に伴い、富山の役が起こった、同13年までには、放棄されていたと思われる。見晴らし台が建てられるなど整備されている。 城の意向もしっかり残っている。ありがとうございます。